ヨーロッパブドウ、ヨーロッパブドウ、ビニフェラュは、南西アジアから地中海地域、中央ヨーロッパ、モロッコ、ポルトガル、ドイツ北部南部、イラン東北部を原産地とするブドウである。鶴は35ヤード、約38.2メートルに成長し、樹皮は白片状である。葉は五星で、形は手のひら状であり、幅は5から20センチメートルである。ブドウの果実は、 ベリー、消化に分類され、野生種では直径6ミリメートルの果実をつけ、表面にかすかな老状粉をつけて暗視色に熟くする。栽培種は最大3センチメートルまで肥大し、緑色、赤、紫色の果実をつける。一般的に湿気の多い森林や渓流で自生している。野生種は亜種である。 バイタスバイニファーサブスプ、シルベストリスに分類され、バイタスバイニファーサブスプ、バイニファーは栽培種に限定して使われる。栽培種は両性花であるが、ブイバイニファーサブスプ、シルベストリスは私有一種である。ブドウは生殖されるほか、ワインの原料、または乾燥させて、レーズンに加工される。世界で生産されているワインの原料であるブドウの 大半の品種はヨーロッパブドウである。ワインブドウとして栽培されている品種が南極を除く全ての大陸の主要なワイン産地にて栽培されている。2007年、この種のゲノム配列がネイチャー市場で発表された。この成果はイタリアとフランスの研究者による共同研究によるものである。ブドウは完全にその ゲノム配列が決定された4番目の必死植物であり、この分析結果はワインのアロマの特性に関与する遺伝子と植物の進化を理解するに大きく貢献する。2007年3月にはオーストラリア連邦科学産業研究機構のブドウ栽培共同研究センターの科学者は赤武道の NYB ファミリーに属する2つのトランス転写因子の遺伝子であるベムヤ1と エマイバニにおける極めて稀な独立した突然、変異が白ブドウを生み出し、それが世界の白ブドウ品種のほぼ全ての祖先となったと報告した。もし、どちらか一つの遺伝子しか変異しなかった場合、ほとんどのブドウは赤色のままであり、今日利用可能な3000種以上の白ブドウ品種は存在しなかったと推測される。ブドウの利用は新石器時代にまで遡ることが知られており、 1996年に現在のイラン北部にて7000年前のワインの容器が発見された。この発見はメソポタミア人や古代エジプト人がブドウの栽培とワイン醸造の技術を持っていたさらなる証拠であると示している。古代ギリシアの哲学者はブドウ自体とワインの両方に癒しの力があることを称賛した。中国でのブドウの栽培とワイン作りは2世紀の 韓王朝が大炎からビニフェラ種を輸入してから始まった。しかし、それ以前から中国の野生のブドウのエビズルでワイン作りが行われていた。日本では古来から山梨県で栽培されている甲州種が日本産ブドウでは唯一のビニフェラ種、東洋系ある。だが、その由来については現在も不明な点が多い。ヨーロッパのはブドウの樹液で 皮膚病や眼病を治すように努めた。他の歴史的な用途として、地の痛みや炎症の出血を止めるために歯が使用された。熟す前のブドウは、喉の痛みを治療するために使用され、レーズンは、結核、便秘や喉の渇きの処置に使用された。熟したブドウは、皮膚や目の感染症だけでなく、癌、これら、天然痘、吐き気、腎臓病や、 肝臓病の治療のために使用された。食べやすい種なしブドウは消費者へのアピールのために開発されたが、研究者は、ブドウに含まれる健康的な性質の多くは、植物性化合物が豊富に含まれている種子、そのものから来ていると発している。未熟なブドウの果汁は、ベルジュと呼ばれ、ヨーロッパの中世料理では、酸味料として多用された。イラン料理では、アーブグーレ。 と呼ばれ、主に煮込ブドウの種子からは、クレープシードオイル、ブドウ種油が作油され、食用油、化粧品、アロマテラピーのキャリアオイルとして利用される。中東やバルカン半島の伝統料理ドルマには、子羊や牛肉などのひき肉、ベーと玉ねぎを、ブドウの葉で包んだものがある。また、1993年から鋳造されている。 クロアチアの二リパコインの裏面に、ブドウ樹が描かれている。ヨーロッパブドウの葉は、赤ブドウ用エキスの原料として利用される。欧州ではこの生薬を、バイタスバイニファーホーリアムと呼び、欧州医薬品庁が英語で情報を提供している。抽出物は、OTG 医薬品としても発売されている。カナダのサノフィッシャは、バイタスバイニファーアバル、ティンクトリアの葉から、 赤葡萄用エキスを作っているとしている。日本の SS 製薬によると、バイタスベニファーエルテーニアトゥーリの葉から赤葡萄用エキスを作っているとしている。ブドウには多くのフェノール性化合物を含んでいる。アントシアニンがカヒに、ヒドロキシ酸は果肉に、プロアントシアニジンとタンニンの宿合型が種子に含まれている。は、カヒや果肉で見つけることができる。 トランスレスベラトロールは、灰色カビ病を起こすのような菌類の成長を抑える働きが、は、ベトヤマを引き起こすなどの感染を抑える、ファイトアレキシンである。赤ブドウの品種には、火皮に赤色を色づかせるアントシアニンが豊富に含まれる。ブドウで見つかった最も基本的な5種類のアントシアニンは以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。